ねえマリサ、フリーザってたびたび理想の上司みたいに言われてるけどあれなんでなの？確かにフリーザは悪の帝王と言われてる反面、たびたび理想の上司と言われることもあるよな。ということで今回はフリーザが理想の上司と言われてる理由を解説していくぜ。よろしく頼むわ。その前にフリーザについて少し話すぜ。フリーザとはドラゴンボールの登場人物で悪の帝王と言われてるぜ。ナメック星編のラスボスであり、ドラゴンボールの代表的な悪役の一人だぜ。戦闘力53万という名言はあまりにも有名だな。極悪非道を絵に描いた人物で、勝つためなら手段を選ばない卑劣さも持ち合わせており、まさに悪役の鏡というべき存在だぜ。戦闘力53万はドラゴンボールをよく知らない人でも知ってる人も多いわよね。そんなフリーザだが、たびたび理想の上司と言われることが多いぜ。ということでフリーザが理想の上司と言われる理由を話していくぜ。よろしく頼むわ。一つ目の理由は誰に対しても敬語で話すだな。フリーザは激高してる時以外は基本的に他人に物腰柔らかく丁寧に接してるぜ。他人だけでなく、自身の部下に対しても敬語を使い、さん付けで呼ぶことが多いぜ。たとえ形だけとはいえ、フリーザは誰に対しても丁寧に接してるのには違いないな。ただし、激高した時はメッキが剥がれて完全に敬語口調が崩れるぜ。まあ、そこは悪役だからね。二つ目の理由は部下の顔と名前を末端までちゃんと覚えていることだな。フリーザはフリーザ軍という巨大な軍隊を率いており、構成員の数は相当なものだぜ。ぶっちゃけ、会社の社長とかが末端構成員まで名前をちゃんと覚えてる人はそうはいないと思うぜ。だが、フリーザは自分の構成員の名前を末端まで把握しており、それでいて能力も把握しており、的確に指示を飛ばしてるぜ。うぷ主とか人の名前を覚えるのが超苦手だから素直にこれはすごいと思うわ。孫悟飯を見た瞬間にラディッツのこと推測していたぜ。厳密には悟飯はラディッツの甥なんだが、この時のフリーザは悟空のことは知らなかったため、自身の持ってる情報の中で完璧に近い答えを出してたぜ。また、悟空を見た瞬間に彼の父親であるバーダックを連想しており、これまた正解を言い当ててるぜ。自身が嫌いなサイヤ人の顔と名前まできっちり把握してたぜ。フリーザはサイヤ人が嫌いなのにサイヤ人を部下に置いてるのね。三つ目の理由は身分、出身、容姿、人種関係なく使えると判断したものを部下にしてることだぜ。基本的にフリーザは実力主義を敷いており、場合によっては高齢者も普通に部下にしてるぜ。それに悟空のことも素直にその実力を評価しており、自分の下につかないかと勧誘してるぜ。フリーザ個人としてはサイヤ人は大嫌いなんだが、自身の趣味思考にとらわれずに使えるものなら誰であっても部下に勧誘してるぜ。フリーザって自分の圧倒的な実力を念頭に置いた上で相手の実力を評価してるから割と他人を褒めることが多いわよね。悟空に限らず強い戦士はとりあえず勧誘しており、実力者を引き抜くことに余念がないぜ。また、引き抜きを行うだけでなく、部下の育成も積極的に行ってるようで、スパルタではあるが、面倒見のいい一面を覗かせることもあるぜ。それだけでなく、部下に合わせた戦闘服を用意してるし、実力がない部下には光線銃などの武器も用意させており、治療用のメディカルマシーンまで完備してるぜ。兵器開発もかなり積極的に行ってるっぽいのね。四つ目の理由は部下の話をとりあえず聞くし、部下が活躍すればそれに見合う報酬を与えることだぜ。部下が作戦を提案してきた時はモチベーションも考慮し、頭ごなしに否定することはなく、とりあえずは聞くし、作戦が有用と判断すれば採用するようだぜ。アニメでは間違った提案を部下が勝手に始めてもとりあえずは付き合い、頃合いを見てから止めてるぜ。無残はフリーザを見習うべきだったわね。功績を挙げた部下に対しては部下の方が驚くほどの報酬を与えるぜ。なんならフリーザから追加報酬の提案をすることすらあり、功績を挙げた部下に対してちゃんと見返りを与えてるぜ。それゆえにフリーザ軍は意外と福利厚生はしっかりしてるようで実力さえあればのし上がれることが描かれてるぜ。まあ、裏を返せば成果を得なければならず、成果を上げなければ扱いは良くないっぽいがな。部下からはかなり慕われてるようだし、組織をしっかりまとめられてるのね。フリーザ軍は癖の強い部下が多く、義乳特戦隊がその代表例だな。彼らはいちいち変なポーズを取ったりギャグをかましたりするが、フリーザは微妙なリアクションをすることはあれど、バカにしたり否定することはなく、さらっと流しており、部下の言動に対してかなり寛容だぜ。また、自分一人でできる仕事をあえて部下にやらせ、もし失敗したら何がダメなのかを懇切丁寧に指摘したりもしてるぜ。義乳特戦隊のポーズはシュールよね。それに部下が失敗しても挽回のチャンスも与えてるぜ。ただし、同じ失敗を何度も許すタイプではなく、次はない、失敗したら殺すと脅しをかけ、プレッシャーを与えることも忘れないぜ。それにパワハラなど成長の妨げになる部下をクビにして新人が成長しやすい環境を作り、新人が成長すれば絶賛するぜ。また、部下を迎え入れる時などは書面で済ませずにわざわざ自分が出向いて挨拶するぜ。
失敗したら殺すってのは悪の帝王らしいわね。5つ目の理由は意外と謙虚な心だぜ。フリーザは自身に過失があれば素直に受け入れ、部下の前で堂々とスキルアップを宣言し、有言実行してるぜ。本当に必要な場合はプライドをかなぐり捨ててでもスキルアップを図るぜ。屈辱を与えられ、敗北しても素直に受け入れ、その上で次は必ず勝つというリベンジの心も忘れないぜ。意外と謙虚よね。また、フリーザは他人に命令するだけでなく、最前線で指揮を取り、必要であれば自分自身が出張って対処することも多いぜ。上に立つ存在だからといってその地位に油をかくことはないぜ。たとえ自分が気に入らない相手でも使えると判断すれば部下に引き入れ、実力があれば敵であろうと素直に評価するぜ。ちゃんと前線で戦うから反感を買いにくいのかもね。という風にフリーザは理想の上司と言われるだけの要素が多くあり、フリーザの立ち振る舞いを参考にしてる人がいるぐらいだぜ。スーツ姿のフリーザとかすごいシュールよね。ただし、フリーザは悪の帝王と呼ばれるドラゴンボールを代表する悪役である以上、当然理想の上司と呼ばれるだけでなく、悪役らしい面も多く存在するぜ。おじけづいた部下や使えないと判断した部下は容赦なく殺してるぜ。また、低身長など陰口を言う部下を容赦なく消し飛ばしたり、裏切り者は当然ながら即刻粛清であり、部下に対しても容赦ない一面があるぜ。使えない部下を容赦なく殺すのはやっぱり悪役ね。他にも口臭がひどいという理由で部下を殺したり、スカウターで常に会話を傍受し、気に食わない発言があれば容赦なく殺すぜ。任務に行って戻ってこない部下に対しても冷徹で心配する素振りを見せないぜ。また、フリーザは復活した後、悟空打倒のためにトレーニングを行ったんだが、部下をいたぶるトレーニングを行っており、部下に対して容赦ないスパルタ教育を行ってたぜ。部下をいたぶるトレーニングってなんやねん。まあ、フリーザが部下を始末するのは誰でもされたら嫌なことばかりなので、フリーザなりに部下を始末するには理由があるんだろうぜ。ただ、どんな理由があろうが容赦なく部下を殺すのは理不尽というほかなく、やはりフリーザは悪の帝王であることを再認識させられるぜ。それにフリーザは目的を果たすためなら手段を選ばず、目つぶしや不意打ちを行ったり、悟空との戦いでも部下を使って不意打ちしたり、最悪の場合は星ごと破壊してるぜ。フリーザは宇宙空間でも生きてられるから星を破壊しても問題ないのインチキよね。フリーザは宇宙、果ては神をも牛次郎と画策しており、そのためにあらゆる手段を講じてるようだぜ。復活の F までは悟空に固執してたけど、以降は悟空に固執しなくなってるのよね。復活の F までのフリーザは悟空を殺すことに躍起になってたが、以降は殺せるタイミングがあれば悟空を殺すといった感じになっており、悟空よりも神を牛耳ることを優先してるぜ。まあ、これに関しては優先順位が悟空から神に変わっただけだろうぜ。フリーザは破壊神のビルスにビビりまくっており、破壊神に対しても恨みがあったようだしな。少なくとも、フリーザは悟空たちだけでなく、神々も気に食わないのは確実だぜ。まあ、破壊神にも神さんを舐めさせられてたみたいだから悟空から神々を優先するようになったのも不思議ではないわね。まとめるとフリーザは誰に対しても敬語、部下を末端まで把握してる。実力があれば誰でも部下に引き入れようとする。部下の話は聞くし部下が功績を上げればちゃんと見合った報酬を与える。意外と謙虚など理想の上司と言われるだけの要素を多く持ってるぜ。ただし、自分が気に食わないと判断した部下を容赦なく殺す一面もあり、やはり理想の上司以前に悪の帝王であることがわかるぜ。てか悪の帝王なのに理想の上司と言われることが多いのがすごいわよね。フリーザの佇まいもラスボスの風格があった上に悟空たちを何度も絶望の淵にまで追い込んでるぜ。無印のドラゴンボールの時点でフリーザは読者や視聴者に多くの絶望感を与えており、悪の帝王と呼ぶにふさわしい存在だぜ。その反面、福利厚生がしっかりしてたり、部下の扱いが上手いなど社会人にとって魅力的な要素が多くあるぜ。まあ、実力主義だから容赦なく末端は切り捨てられるけどね。とはいえ、現代の日本でもリストラ問題が存在するため、フリーザの実力主義のやり方に理解を示す人もいるぜ。まあ、殺すのはやりすぎだが、そこは悪の帝王なので使えない部下を殺すのはある意味当然と言えるな。また、フリーザは使えると思った部下は誰であろうとも引き抜く度量があり、これだけでもフリーザは魅力的に映ると思うぜ。気に食わないからという理由で実力のある人が排斥されるのは珍しくないからな。感情のせいで有能な人が潰れてしまうというのはよくあることよね。部下の適性、能力もしっかり把握し、それに合わせた仕事や指示を飛ばしてる点も理想の上司と言われるゆえんだろうな。適材適所という言葉があるが、これを実行するのはことのほか難しいぜ。むしろ無能な上司のせいで不向きな仕事に就かされて潰れてしまう人もいると思うぜ。強いだけでなく、部下を適切に動かせる頭の良さもフリーザの魅力の一つと言えるな。強さに頭の良さ、それに見合うだけの野心を持ってるのがフリーザの魅力と言えるかもね。
まとめるとフリーザは会社員にとって魅力的な要素が多数あることから理想の上司とたびたび言われてるぜ。一方で使えない部下を容赦なく殺したり、追い詰められる特徴が荒くなるなど悪の帝王にふさわしい一面もあるぜ。だが、そういった一面も悪の帝王らしいと読者や視聴者から評価されてるぜ。理想の上司と悪の帝王を両立させてる稀有なキャラクター性を持ってると言えるぜ。そうね。ということでフリーザがどうして理想の上司と呼ばれてるのかの解説を終わるぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、ツイッターのフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。